緒にちょっと、はい、順番にお願いしたいと思います。官邸前にお集まりの皆さん、大変ご苦労様です。日本共産党衆議院議員で、九州沖縄県選出、沖縄県出身の赤嶺政権です。今お話にありましたように、今年の初めはマイナンバーで大変な危機感を持ちながら国会論戦に臨んでおりました。今度の秘密保護法と日本版 NSC については国家安全保障に関する特別委員会で審議をする動きになっております。今日その国家安全保障に関する特別委員会が開かれて委員長選出が行われました。まだ審議の見通しについては全く話し合いが行われておりませんが、それでもメディアでは25日に本会議を開き、そして、来週から連日審議が可能になる特別委員会を強行していく、こういう段取りになっているようであります。私はその安全保障特別委員会の日本共産党の委員として、この悪法を阻止するために全力で頑張り抜く決意であります。国会外からの皆様方の応援、どうぞよろしくお願いいたします。私は沖縄県出身ですから言いたいことはたくさんありますが、安全保障の上に国家安全保障とつけることが大きな間違いだと思います。あの沖縄戦でも国体護持の犠牲になった、捨て石になったのが沖縄の戦争でありました。今尖閣列島をめぐって日中間のいろんな対立や紛争がありますが、国家の領土として尖閣列島を見るのか、そして武力衝突も辞さないという態度を取っているのか、尖閣の周辺に住んでいる、尖閣を生活圏にしている沖縄県民の平和で安全な暮らしの立場から安全保障を考えるのか、安全保障というのは国家のためにあるのではなくて国民のためにある、このように考えたら武力による衝突や紛争が戦争につながるようなことは絶対に避けなければならない。憲法9条を破って戦争する国にするようなことを絶対にしてはならない、これが本来の立場ではありませんでしょうか。秘密保護法が国家安全保障に関わる特別委員会で審議されるということは、すなわち戦争をする国に日本を作り変えていくということと結びついた悪法であることはもう明らかであります。日本版 NSC もたった4人の閣僚だけで情勢を判断して情勢への対処を決める、その4人が安倍首相や菅官房長官や外務防衛大臣、物事を軍事力で解決しようとする人ばかりであります。こんな人たちに日本の国の運命任せるわけにはいかないのではありませんか。この2つの法案、何としても廃案に追い決めましょう。国家の秘密で苦しめられたのは沖縄の米軍基地の問題です。秘密の上にさらに秘密を重ねる、絶対に許せない、こういう立場で皆さんと一緒に頑張ってまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。皆さんこんばんは。日本共産党の参議院議員吉良よし子です。私も皆さん
と一緒にこの秘密保護法案について学んでまいりましたけれども、勉強すれば勉強するほどこんなに怖いひどい法案はないと実感しています。だってなんだって失礼しました。まずやっぱこれが許せないのは、権力者の都合によってどうとでも解釈できる法律になっているじゃありませんか。秘密、何が秘密かもわからないという、昨日省庁へのレクに私も参加しましたが、原発や TPP についてが秘密にならないという保証はどこにあるのかという問いに対して、省庁側は別表に記載されていないからだと言いました。しかし法案読めば別表に関わる事項は秘密だと言い、それは関係省庁の長が決められると言っているじゃないですか。今この別表にないからといっても最終的に長が判断すればそれは秘密になってしまうんじゃないですか。こういうことを許すのは絶対に許さないし、そして適正評価の問題もあります。国家の秘密を守るために、なんで個人の秘密プライバシーが収集されてしまうのか。こんな不公平なことはないし、やっぱりこれは弾圧のためにやろうとしていること。こうやって物が言えない国民、物が言えない社会を作ろうとしていることに他ならないということを実感しているんです。こういう戦争への道作ること、憲法をないがしろにすること、憲法を変えずに憲法を変えていくような、いわゆるナチスの手口は私キラリコ絶対に許すわけにはいきません。必ずみんなで手をつないでこの広い法案断固阻止へと持っていこうじゃありませんか。私も国会の中でもとても頑張る決意申し上げて、この場でのご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、共産党さんお二人国会議員が続きましたので、共産党3連発でいっちゃいます。地方組織埼玉から、来られた、伊藤岳さん、よろしくお願いします。岳さん頑張れ。皆さんこんばんは。埼玉でも秘密保護法を許さない埼玉の会っていうのが先週皆さん結成されました。共産党や自由放送団、平和委員会、蔡労連などいろんな団体が呼び上がり合って、この悪法を潰すまで頑張ろうと決意を固めたところでございます。ある副総理でしたっけ、ドイツのやり方に学んだらどうかねって方いらっしゃいましたね。ドイツのやり方に学んで日本国憲法の効力さえ止めてしまいかねない、その危険があるのが秘密保護法じゃないでしょうか。何が秘密か。それは秘密です。行政機関の長、総理大臣が秘密を特定できる、いつか来た道の逆戻りじゃありませんか。こんなことは私たち日本人絶対に許さない。東京で埼玉で全国でこの悪法を必ず法律されるために、最後までそして勢いつけて頑張っていこうじゃありませんか。私も頑張ります。ありがとうございました。共産党の皆さん、国会内、それから、地域から頑張っていただくようにお願いします。ありがとうございました。それでは次はですね